はい、皆様おはようございます。キースジャガーです。2020年6月の17日水曜日8時58分です。おはようございます。はい、今現在一般道国道169号線走っております。天理市街地です。もうちょっと手前からやってもいいかなと思ったんですけれども、もうむやみにね、映しても仕方がないのであれなんですが、天理市街地、珍しいというかちょっと変わった街なので、ちらっとでもお伝えしようかなと思ってちょっと早めに動画回しました。今回の動画は、西名阪道天理ですね。天理インターから、大阪方面に松原まで終点まで行きます。よろしくお願いします。はい、こちらが天理インターです。はい、合流ご注意ください。速度60キロなんですが、60キロと言わずものすごいスピードで降りてくるのでご注意ください。ものすごく天気いいですね。昨日と今日と晴れております。一昨日ぐらいまではね、毎日雨でした。もう梅雨に入ってます。今日は最後の洗濯日和で、明日また雨でございます。柏まで15分、松原分岐まで25分、東大阪ちょっと読めなかったけども35分ぐらいで書いてるかと思います。はい、郡山まで2キロ、 26.1 キロポスト、26キロポスト、この数字どんどん減ってまいります。これ松原ジャンクションが0キロポイントかと思います。天理パーキングエリアご利用になっても、西名阪利用することができます。はい、この左手は天理のパーキングエリア、そして正面に見えておりますのが天理料金所、西名阪道。しかございません。隣町郡山が2キロほど先にございます。郡山下津道ジャンクションと読むのかな。あそこから、なんだっけ忘れた、京奈和道か、橿原五瀬、あっちの方に向かって行くことができるかと思います。京奈和道は無料区間、ちょっと途中で途切れてしまってるんですけれどもね。あ、これまだまっすぐ行くんか。京奈和道は郡山インターの出口、まず出口だけ単独で左側にあるようです。はい、郡山インターの出口越えまして、郡山下津道ジャンクション 500m 先、京奈和道無料区間、橿原方面ですね。左手の方に分岐してまいります。橿原で一旦国道24号に降りまして、でしばらくちょっと結構渋滞する道路なんですけれども、しばらく走って大和高田バイパス、あれをまたいでまたすぐに京奈和道が復活するんですけれども、繋いでほしいですよね。あれものすごく混むんでね。繋がってんのかな、そういう工事してんのかな、ちょっと分かりませんけれども、はい、郡山下津道ジャンクションからの合流かな。この合流終わりますと、すぐ先に、大和まほろばのスマートインターかな、
大概スマートインターってね、あの ETC 専用みたいなことで物々しくあの看板がたくさんあって注意書きがいっぱい出てくるんですけれども、今のところ平和ですよね。スマートインターですとあの ETC 車載機の方しかご利用になれません。現金の方やカードは持ってるけど車載機がないよみたいな方はちょっとスマートインターのご利用ができないかと思います。はい、500メーター手前ですがスマートインターとかそういう風に書いてないですね。普通のインターと同じように降りれるんでしょうか。22キロポスト制限速度80キロです。西名阪道、西行き大阪方面松原行きですね。大和まほろばインターの出口、ここ普通のインターの出口として出れそうですね。出口は、普通のインターとして出れるんですが、入り口がスマートインター入り口となってまして、大和まほろばインターの入り口、これを乗ろうとすると ETC の方しか乗れないと。現金の方はあのご利用になれないかと思います。ご注意ください。入り口はあるんですが現金の方は乗れません。ご注意ください。こちら21キロポスト9時4分になりました。大和まほろばスマートインター入り口合流です。まあ、天理に配達に来たんで、ね、あの天理の市街地もうちょっと 2,3 分移してもいいのかなと思ったけども、 600m 手前ぐらいから撮影始めましたが、ね、天理の街変わってますよっていうことでお伝えしたんですけども、何が変わってるかというと、至る所に、なんとか詰め所、インターの近くですと落ち詰め所とかってあったかな、ね、建物がいっぱいあって、天理教の建物かと思うんですけれども、非常にたくさんの方が暮らしております。ちょっとどうなってんのかね、詳しく聞いたことなくてわからないんですけれども、かなり大勢の方が暮らしておるんですよね。面白い街だなと思って、で、まあ、配達行ったりしてもかなり礼儀正しいしね、なんでしょう、すごくいい街だなみたいな感じがするんですけれども、気のせいかもしれないですけどもね、愛媛県の道後温泉とかね、旅行行った時もなんかもう、ま、街を運転したり街を歩いてるだけでもなんか感じのいい街だなみたいな、そんななんか あったかい街だなみたいな雰囲気がプンプンしてたんですけれども、あれと同じような感じでちょっと天理の街も そんな匂いがいたします。なんか人が優しいなと思って、道路も古臭いんですよね。ボロッチーというか道路古いし狭いし、ガタガタのボロボロであんだけ交通量あるんですが、あんまりギスギスしてないというか譲り合うみたいな、そんな光景がよく見られる感じがいたします。はい、言うてる間に法隆寺インター出口、法隆寺インターは、県道の5号線、県道5号線これ出て左に行きますと大和高田の方に行きます。右に行きますと国道25号に出たんじゃないでしょうか。はい、法隆寺インターの入り口合流が間もなくございます。9時7分になりました。 17.9 キロポストあたりで合流いたします。まあ、天理ね、いろんなところ配達行くけれども、どこに行っても礼儀正しいし気持ちいいし、ね、今日なんかよかったらどうぞとか言ってコーヒーまでいただいて、ね、優しいなと思います。街を運転してるだけで雰囲気が分かるといえば、例えば名前出して申し訳ないけれども、岡山県であるとか兵庫県姫路であるとか、あの辺りって言ったらもうね、煽り運転とかもきついし、なんでしょう、
そんなに、むやみにスピード出さないかんか、みたいな。歩行者がおってももう、ね、引いてやろうかっていうぐらいの勢いでバーッと、すぐ真横をすり抜けるみたいな。乱暴な街だな、みたいな。運転してても、ちょっとね、近寄りたくないな、みたいな匂いがしてるんですけれども。まあ、それをね、大阪の運転手が言うんだから、言うほどやということですよ。まあ、大阪が可愛いもんですよ、それからしたらね。もっときついところを言えば、ね、どうでしょう、名古屋とかも、まあまあきついかもしれませんね。名古屋もね、10年ぐらいは行ってないか。ね、素通りというかね、関東行くときに名古屋で泊まったりしないんで、そうですね、もう10年以上行ってないですかね。まあそういったこともありまして、あんまり岡山であるとかね、そういったところに旅行には行かないんですよね。イライラするから。はい、まあそういったことです。嫌いございます。まあ同じ理屈であれですよ、大阪でもね、ややこしいところは行かないんですよ、いくら近いからといってね、地元だからとか、車ですぐ10分ぐらいで行けるよとか言ったって、ややこしいところであれば行かないと。まあそういうことがね、トラブルを生まなくて賢明なのかな、みたいな感じですけれども。はい、あんまりね、道路の説明してないですね、すいませんね。今どこだ。さっき法隆寺をご紹介してから鹿島まで次何もなかったっけ。ないですよね。で、間もなく鹿島ですね。は国道168号線ですね。13.7 キロまで帰ってきました。鹿島から、松原まで別料金と書いてございます。一応距離料金、まあ、ETC は距離料金でやるんかもしらんけど、現金で取られる方は区間料金で、一区間だけ乗るにしても全区間みたいな払い方になるんかな。ちょっとね、料金体系が何回も変わっておるでしょうから、あんまり存じ上げておりません。13キロ、12.9 キロポスト、9時11分、鹿島インター出口です。ポストあたりで鹿島インターの入り口合流いたします。鹿島サービスエリアが、間もなくあるんですけれども、鹿島サービスエリアのガソリンスタンド何やったかな、シェルやったかな、ちょっと忘れましたけれども。そしてね、レストランもねあって、レストランとラーメンチェーン何やったかな、カムクラやったかな、サイカラーメンやったかな、何やったかな。なんせチェーン店のラーメン屋さんが入ってますね。はい、こちらが鹿島のサービスエリアです。シールが見えてるな。こっち側は井出光か。あ、カムクラですね、ラーメン屋ね。ってどんなんやったっけ。野菜が、白菜がいっぱい入ってるやつやったかな。あれ天理ラーメンか、何やったっけ。まず野菜多めやったような気がするんだけど、サイカラーメンが辛いやつやったかな。そのいずれもね、天理ラーメンもカムクラも
西華ラーメンも1回ずつぐらいしか食べたことないんですけれどもね。松原分岐まで10分、東大阪分岐まで20分。私堺の方行くんで、堺分岐までっていうのを見たかったんやけれども、10キロポストあたりまで帰ってまいりました。あと10キロほどで西名阪道終わります。私のペースで走ってて、まあ10分弱ですね。9分半、まあ9分ぐらいで着くんかな。2キロ先に本線料金所がございます。柏原の料金所かな、あれ。柏原は出口ございません。あの入り口があるんですけれども、出口はございません。ブドウが、ね、あの道端で売ってたりとか、あとブドウ園でブドウ狩りができますみたいな、そんなところだったと思います。柏原の町はね、他にもあるんだろうけれども、それぐらいしか知りません。大阪の中ではブドウの町でしょうね。野瀬とかに行くと、あの栗とかね、栗拾いとかあんな感じだったと思いますけど、あと何やったかな、泉州の方が水ナスとかあんな感じ、ナス類でしょう。大阪も特産品いろいろあるかと思うんですけど、ちょっとこの車あれやな、ゆっくり走りすぎやな。8キロポストあたりですね。今ながら走ってるんやろ、物食べながらか、携帯いじりながらか、なんやろ。別に車混んでないんですけども、走りにくいんですよね、あの変な車がちょいちょいいると。柏原本線料金所です。柏原じゃなくて柏原のようですね。入り口がございました。出口ございません。反対方向は出口はあるんですが、入り口がございません。藤井寺まで4キロ、松原ジャンクションまで7キロ、大阪まで23キロとなっております。大阪ってどこを大阪と言ってるんでしょうね。ちょっとどこまで行くのに23キロなんかは分かりません。とりあえずもう大阪府には入ってるんですけれども、大阪市のどの辺りを言ってるのかなという気はいたします。はい、現在のキロポスト 6.6 ですね。この先、藤井寺インターの出口入り口ございます。藤井寺インターが最後ですね。それ越えますと松原ジャンクションに入ります。松原ジャンクションは、阪和道和歌山方面、近畿道吹田方面、阪神高速14号松原線大阪方面、6号大和川線、新たにできました6号大和川線堺方面、この4つに分岐しますね。まあ、4つというか3つに分岐して、阪神高速は阪神高速で、その先で14号松原線と6号大和川線に分かれるんですけれども、私はまた堺の方に荷物積みに行きますので、6号大和川線使います。ちょっと来るときはね、6号大和川線全線お伝えしたんですが、ちょっと動画が編集がめんどくさいので、もう途中で切りたいなと。松原ジャンクションぐらいで終わってもいいですかね。
4号湾岸線まで行くんですが、6号の大和川線全区間通ります、まあ、せっかく通るんやけれども、それ全部お伝えしたとて10分ぐらいやしな、どうしようかな。この西名阪の動画はやはり松原で切って、新たに大和川線また今度ということにしましょうか、ね。はい、現在3車線、この西名阪道は、制限速度80キロです。 4.1 キロポストまで帰ってまいりました。富士寺インターまでもうすぐですね、あと800メーターぐらいかと思います。はい、3.8 キロポスト、これどんどん 3.7、3.6 と減っていくんですが、0キロのポイントは、松原ジャンクションかと思います。今回は、西名阪道天理という、ね、スタート地点、あの辺りから多分26キロぐらいかな、全長西名阪道全区間お伝えいたしました。途中ね、あの全然関係ない話しましたけどもね、はい、今 3.2 キロポストあたり、藤井寺インター出口、そして入り口合流ですね、左手に出口、入り口ございました。ちょうどそのタイミングで、ね、広島と書いてあるあのトラックに左横並ばれてしまったんで、映ってないかもしれないですけどもね、あの藤寺インター今のところにありました。はい、 2.7 キロポスト、残り 2.7 キロです。松原ジャンクション、まあ、手前から行きますと、まあ、一番左側を走っておいていただくと、一番手前にまず阪和道和歌山行き69と書いてます。和歌山行き の分岐があって左に降りてきて、でそれを越えてすぐ先に近畿道吹田方面に行く、あれも左に分岐折れていって、そのままぐーっと右カーブしていってみたいな風になっていきます。そしてまっすぐこの真ん中車線と一番右車線、この2車線に関しては阪神高速14号松原線、大阪環状線方面向き、大阪市街地向きですね。で、松原線入って、また松原の入り口ね、三宅か大森か、ちょっとあの名前忘れましたけども、あの入り口行くまでに6号大和川線が一番右車線から行くように、また分岐になります。それが三宅ジャンクションやったか、三宅西ジャンクションやったか、ちょっと名前忘れましたけども、そういう風になります。はい、松原ジャンクション分岐1キロと書いてございます。道路に書いてるように、真ん中車線と右車線は阪神高速行き、左車線から阪和道と近畿道に行くことができます。手前が阪和道、奥が近畿道です。間違わないようにしてください、逆方向に行ってしまうんで間違わないでください。はい、500メーター先に阪和道に分岐するやつが一番手前に来ます。阪和道近畿道はもうしつこいようですが、一番左に行っておいてください。はい、今 0.4 キロポスト 0.3 キロポスト 0.3 キロポストあたりで阪和道和歌山境方面、はい、続いて、ここですね、近畿道0.1 キロポストになりました。近畿道吹田東大阪方面行きです。はい、ここが 0.0キロポイント、ここで西名阪終わりました。ここから先14号松原線、阪神高速入ります。14号松原線です。でこれ4車線見えてますが、一番右車線のみ、阪神高速6号大和川線新たにできました。一番右が6号大和川線で、この真ん中車線、左車線、この2車線が14号松原線になります。三宅ジャンクションですね、ジャンクションの名前。 1.3 キロ先、はい、松原ジャンクションからの合流です。左からの合流、800メーター先、三
三宅ジャンクション14号松原線は、大阪市内行き、環状線の方で行くんです。私は6号の、大和川線入ります。6号大和川線終点まで行って海の方まで出て4号の湾岸線そこまで行くんですが、もうそろそろね、あの動画切りますので25分か、もうこの辺でやめたいね。はい、三宅ジャンクション左側14と書いてる方が松原線、この6号線はこちら、6号線終点まで行くとあの4号の湾岸線に接続します。まあ、4号湾岸線乗らなくてもあの三宝出口っていうところで出てもらってもいいんですけど、はい、左側に行きますと三宅西という出口があります。本線料金所は右側です、ね、もうできたばっかりなんですごく綺麗な新しい綺麗なあの料金所でしょ。道路もね今年できたばっかりなんですよ。4月ぐらいやったかな、ちゃうかもうちょっと前にできてたか、ちょっとあのいつできたか忘れました。あの開通してすぐ私もあの開通しましたよって言って動画何回か作りました。過去の動画ご覧くださいということで、はい、長々とありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。